夕食の後もマルコさんは一人で作業を続けます。ナレーションってこういうとこに出てこねえんだよ。ちょっとなんか出てきたくなっちゃった。声だけ、せめて声だけ別で撮っとけ。なんで入ってんだよ、縁の中によ。寂しいじゃん。寂しい。近い俺。俺は近い。そこに俺。あ、ダメだ。ちょっと息子ちゃん呼んでるわ。バイバイ。バイバイ。頑張ってね。行ってこい。かわいい天使だ。時間です。はい。一日お疲れ様です。今からだよ。そうだね。今からなんだよ。本番は。本番なんだ。うん、なあ。うん？なあ。何？なあ。どうした？なあ。違うよ。ナイトルーティーンだよ。ナイトルーティーンでしょ？ナイトルーティーンでしょ。そうだ、違う。前、その前にさ、やることいっぱいあるやん。すぐお布団じゃん、いつも。違う。これがあるでしょ、これ。これが、これ。はい、これがあるでしょ。そうっすな。座る時間が長いので、揉みほぐします。この時間を与えることで、明日も馬車馬のように働いてくれます。いや、言い方よ。そんなつもりだったのかよ。そんなつもり、何今の何何なの？一日でも長く生きてもらうために。だから不吉なんだよ。何なんだよこのナレーションみたいなやつよ。通じちゃったじゃねえよ。心の声か今の。心の声か。漏れちゃったね今ね。めちゃめちゃテレパシー伝わってきた。みんなにも聞こえてるわ多分。やっぱいいな。ん？三崎 TV。 いつ見てもいいな。いつ見てもいい、うん、やっぱ三崎 TV だね、うん、これからも。だよ。お化粧してんね。どうしたの？なんでこんなもう寝る前なのに寄せ行きなんですか。いやちょっとやっぱね、せっかくのナイトルーティーンだからさ。ナイトルーティーン感全然ないね。うん、全然ない。うん。よいしょ。おー、何ですか何ですか。いいでしょう。ちょっとお酒飲もうや。初めて見るね。ことぶき。うん、ことぶき純米吟醸、福島のお酒なんだね。うん、ちょっと早速開けてみよう。うんね、ちょっと開けるね私が。下手くそなの？ちょっとオッケー。あー、美味しい匂いする。あー、そう。ごめんなさい。なんか何、なんか品のない音になっちゃった。ごめんなさい。おかしい。え、とっととこここってなるよね普通。なんかキレの悪い感じじゃん、なんかよ。なあ、おかしい。ちゃんとせよ。お、わあ、めちゃめちゃ品なんで、こんなところでまでこんなリアルをお届けしなきゃいけねえんだよ。もうちょっとうまく撮りたかったんだけどね。まあまあ、どうぞどうぞ召し上がってください。ありがとう、いいの、うん、どうぞどうぞ。どうですかお味は。うん、あー、いい匂い。あー、なるほどなるほど。うん、どんな感じですかな。もっと甘くてフルーティーかなと思ったけど、うん、意外にさっぱりしててすっきりした味だね。なんか匂いはさ、そうだね、甘めかなって思ったんだけど、うん、へえ、すっきり系だね。すっきりな、うん、飲みやすいね。飲みやすい。どんどこいけちゃうね。どんどこいけちゃうね。まあそんなどんどこいけちゃうあなたに、うん、おつまみ持ってきた。あー、素晴らしい、最高じゃない。おつまみ第1弾でん。ちょっと全然見えないや。四季の味覚。青首大根、うん、青首大根なのかな。柚子あいこぶ大根。ちょっと読めなかった。ぐちゃぐちゃ。食べよっか、うん、ちょっと早速お皿に入れてさ、うん、ちょっと食べたいよね。ゆず大根すごい大好きなんだよ私。え、次何見る。次バイエンス見ていい。あ、いいよ。バイエンス見ていい。いいよね、バイエンス。じゃあちょっといただきます。おつまみなんだよな。そうだよ。俺のじゃねえのかよ。あ、マジそんなに。え、じゃあちょうだいよ。めっちゃ美味しい。うまっ。やばっ、
やばくない？案件ですぞ。ちゃんとしてください。ちゃんとしてください。待って。うん、まーでもマジでうまい。真面目にもう一個食べていい？うんうん。俺のさっきまでの酒の気取ったレビュー返せよ。なあ、私数々の柚子大根食べてきたんだけどさ、うん、今までなんかね、目かっぴらくほど美味しいってなったの初めてかもしんない。そしてこの大根食べた後にこのお酒飲むともう味違う。やっぱりマジ、うん、全然違う。なんかお酒楽しんでるね。あー、うまー。え、やばい、ちょっと待って、他にもさ、ちょっとごめんなさい、ちょっと飛んじゃった。もう一個ちょうだい、もう一個ちょうだい。これうめえわ。美味しいね、うん、びっくりした。めっちゃうまい。やば、鼻の穴膨らんじゃう。めっちゃ美味しい。めっちゃうまい。これは素敵なつまみだ。ちょっとさ、ちょっと次のやつ食べよう、ま、マンダあるから。行こう、マンダある、うん、じゃん。だからさ、これ全然見えない、ごめんなさいごめんなさい。こんな感じか。チーズのねえ、もう楽しくなってきちゃったもんね。チーズのたまり漬け、なんかね、醤油漬け。わあ、すげえ。ナチュラルチーズを醤油漬けしてる。カセ。そういう。カセ。そういう。カセ。まあ、いわゆる漬けだわな。うん。へえ、いきまーす。いただきまーす。ハム。マジマジマジ、どうなんどうなん、そんな感じ。まっ。ちゃんとその顔をカメラに見てもらえ、カメラじゃない、皆様に見てもらいなさい。これ。めっちゃ美味しい。出汁がすごいね。うん、これちょっとお酒グビッといっちゃおうよ。いっちゃおうよ。変な言葉になっちゃった。うまじゃん。何それ。おかき一番最初に出てよ。なあ、いや、なんかね、どうしても柚子大根が食べたかったのね、私。カマキモン一番最初に出せよ。なんだよ。いきましょう、うん、はい、あーん、うん、うまっ。食感がやべえ。めちゃめちゃ、うん、ほろサクって感じ。なんて、うまい。うん、しっかりした醤油の味がする。大根、あ、いいな、いいな、なんか楽しんでる、すごい。うん、これがだからこの組み合わせが楽しい、うん、マジで楽しいね。いいでしょう、うん。いやー、赤魚の開き、ワイルドですな、うん、これはだってうまくないわけがないよね。すごい、お酒に合わないわけがねえわ。美味しそうだよね。ただちょっと、うん、息子ちゃんにも食べさせてあげて。そうなの。そうだね、これは私もそう思って、明日の夕ご飯で一緒に食べようか、うん、なんかお魚食べたいって言ってたから。言ってたね、ちょうどね。これは夕ご飯でちょっと焼いていただきましょう、うん、めっちゃ美味しそうだよね、うん、それ何なの、今の何が何なのって。何が今チラッと見えた、それ今 見たよ。でけえやつ今見たんだよ。ちげえよ、その黒いなんか丸いやつだよ。ああ、これ、それ何なの。これね、サンマのポーポー焼き。ちょっと待って、全然見えない や表見せてくんねえかな。あ、こっちですね、うん、ハンバーグみたいな感じなのかな。ハンバーグみたいだね。こういうすり身もさ、息子ちゃん好きだよね。そうだね、と思ってちょっと開けないでいた。どうせやったら食べさせたい。3人で食べようか。うん、3人で食べよう、これは。3人で食べよう。うん、これな、あの福の間っていうワンセットなのね。うん、で、福の間って何っていうと、うん、その福島のさ、厳選されたおつまみとお魚が届くっていう、なんかそういうものなんだ。お魚も入ってんだ、絶対。あ、わかんない。おつま、ちょっと待って、お酒が届くの。おつまみとお酒が届きます。もういいよ。ね。僕がやるよ。じゃあよろしくお願いします。その福島の酒蔵さんかがやってるサービスで、福の間っていうのがあるんですよ、うん、で、それって毎月1回なのかな、うんうん、その、そうこういうおすすめの1本と、はい、これに合ったおつまみがついてくるって、うん、で、いくつかコースがあって、うん、何だったっけかな、ライトコース、スタンダードコース、プレミアムコースみたいな、プレミアムコースか、うん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 、みたいなのがあって、それぞれでこう、まあお酒だけお届けとか、うん、お酒と何品とかそういうことなのかな、うん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 、これちょっと読んじゃうね、うん、毎月お手元には季節性に富んだお酒、ほう、うん、4号瓶1本と、うんうんうん、お酒の作り手がマッチすると認めたおつまみのマリアージュセット、はい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 、あとこれも入ってたんだけど、うん、お酒やその蔵に対する蔵元の思いを紹介する特別冊子、うん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 、うんうん、詳
倉本さんの熱い思いがね、綴られた冊子が毎月届きますよっていう、そういうサービスですね、うん、で、なんかね、オンライン飲み会みたいなやつがあったんだよ。こう、オンライン飲み会月1とかで開催されてんのかな。へー、オンライン酒の会、うん、で、その倉本さんとかと一緒に飲めるんだね、決まった日があって。で、そういう時に多分こう、まあ交流というかできるんじゃないのかな、うん、へー、うん、いろんなサービスがあるね、うんうん。まあ、これはでも今こういう時代だからさ、そうだね、パッと外にさ、ちょっと居酒屋行ってくるわとかってできないじゃん、うん、で家でやっぱこの今このお酒に合うのはこれですよっていう風に選んでもらってんのよね、うんうんうん、要は大将にお任せ状態だよ。あ、そうだね、確かに確かに、うん、そう、大将にお任せ状態が毎月こうやって届くっていう、うん、で月に1回パッと贅沢な晩酌ができるっていうね、うんうん、素敵だよね、うん、これでも本当何がすごいって、うん、お酒だけ飲んで美味しいのね、うんうんうん、なんだけどそのやっぱセットになってるおつまみと、うん、一緒に飲むともっと美味しい。へえ、もっとこの酒が美味しい。さすが、うん、酒蔵の方々が選んだおつまみだね、うん、さすがでございますな。へえ、で俺らが今回いただいたセットっていうのは、うん、そう、3月号なのかな。はい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 、今皆さんが注文してくれると、うん、この同じものが届きます。うん、これと同じセットのやつが届きます。あ、違うわ、15日までか。15日まで、うん、15日までがこの3月号、今日ご紹介したセットが届く、うん、あれだね、うんうんうん、ごめん、酔っ払ってんな。酔っ払ってるね。あれだね、あれだね。そっか、じゃあ15日以降は、4月号になるのかな。うん、なるほどなるほど、うん、新規入会の方がバーッと集中しちゃった場合とかは、うん、3月は間に合わずに4月からになっちゃうかもしれないっていう。あー、なるほどなるほど、うん、気になった方はぜひともね、ね、ぜひぜひ。オンライン酒の会面白そうだな。ね、面白そう、うん、福野もさんというね、はい、素敵なサービスのご紹介でございました。はい、うん、いや素敵、うん、いいね。じゃあ美味しいお酒もいただいたことだし、うん、次はよめちゃんいただきますかな。今日はもう寝ようか。というわけでいつものやついってみよう。はい、最後までご視聴ありがとうございました。この動画を気に入ってくださった方、福野もさんめちゃくちゃ気になるわと思ってくださった方は動画の高評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok もやってますのでフォローお待ちしております。福野もさんの詳細は概要欄と固定コメントに書いてありますので、ぜひとも見てください。ぜひぜひ。演奏メインの嫁と俺というチャンネルもございますので、そちらの方もよろしくお願いします。てなわけで、よかったらまた見てね。また見てね。うん、嫁と俺でした。嫁と俺でした。うん。おやすみ。おやすみなさい。おやすみ。